ちゃんとの昨日レッスンでレッスン終わった後にレッスンの途中ぐらいに一昨日かで遊ぼうってなって今日遊んできたんですけど、なんかリアちゃんが教えてくれてパペットスンスンとスシローが今コラボしててそれに行きたいねって話になって、そこから話が膨らんで今日遊んだんだけど、でスシローにねいざ行ったんですよね。そしたら全部完売だったんですよ、パペットスンスンが。そう、完売のお知らせって書いててえってなってもうショックしてたんですけど、それショックって思ってたら途中こうやってメニュー見てたらさ、途中にパフェじゃないけどスイーツのスイーツのなんかデザートのなんかこのちょっとちっちゃいパフェみたいなやつにシール1枚がならがついてくるってやつならあって、それを一緒に頼んでちょっと写真撮ったんですけど、お目当てがなくて悲しかった。アナピーリッチーさんありがとうプラセージさんありがとうアナピーありがとう、マイヒナさんありがとう。リアちゃんです、本当にずっとリアちゃん呼びだね。いや、リアちゃんかチュールって呼んでます。スバルありがとう。ねえ、ご飯じゃない、ちゃんと食べてお寿司、その後にX にも載せてたと思うんですけど、メロンパンがもうなんか気になってるんだよねって言ってくれて、なんかパルコあるじゃないですか、パルコの前辺のところになんかオープンカーみたい、オープンカーじゃないなんだっけ、車のなんかお店みたいなやつ、車からなんか出品する店みたいなあるじゃないですか、そこになんだっけ、あ、キッチンか、え、そうかも、そこにメロンパンとカステラ、ベビーカステラ半々なんか店があって、でもめっちゃこのめっちゃ離れててもめっちゃいい匂いして、いやもうこれは食べるしかないねってなって2人で半分こし食べたんだけど、もううますぎてやばいな、サクサクなんだけど外身は、中身はもうもちもちみたいな、マジで美味しい。今日でちゃんと足見えるの最後も、悲しい。メロンパン何個食べたの？1個だよ、2人で1個。そう、結構お寿司食べたからもうなんかあんまりお腹空いてなくて、でそのメロンパン食べる前になんかフルーツ屋さんみたいな店に入って、そこでリアちゃんはパイナップル、でミュがマンゴーのジュースを飲んで、ちょっとめっちゃ喉乾いてなんかお買い物してて、ちょっと待って、なんか話がぐちゃぐちゃだな、ちょっと待って、まずスシローに行ったんですよ、パペットスンスンコラボしてるから、あ、ありがとう。でスシロー行ったけどスンスンいなくて一個だけシールだったからやって、その後になんかすることないかなって言って街ら辺に行ったんですね、市内に行って、で一緒になんか服とか見たんですよ。でミエがずっと欲しかった服があって、欲しかった服をなんか見たり、リアちゃんも服買ったりして、でミエはダウンが欲しかったのでダウンも買って、ダウンかダウンダウンダウンも買って、で服を見終わった後に、服を2人で買った後にフルーツ屋さんに行ってフルーツジュース飲んで一緒に、でその後になんかブラブラしててメロンパン食べて一緒に、で5時半から5時半ぴったりに今ドリーミーネーションみたいな
やってるからそれを一緒に見に行ったんですけど、ハプニングが起こって二人ともね充電がなくて、リアちゃんがもう 8% とかで見る 7% で充電やばいと思って頑張ってました。でもできることになりました。本当に嬉しい。マクレさんありがとう。エコバッグ、エコバッグ全部完売だったんだよ。完売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 って書いてた、タッチパネルに。ジャクソンさんありがとう。もう大丈夫どうぞ。咳が出る。マイヒナさん、兄さんありがとう。大地の裏2回抽選されて一般販売も、悲しい。ありがとう。でもくじゃぎさんありがとう。かまちゃんありがとう。お昼だけ一般当たった。本当にやった、嬉しいです。約束守れた、守れてる。出来たての、マジで あそこ美味しい。世界で一番好き。ありがとう。ありがとう。カートルで、つけます。カオピありがとう。スパルありがとう。ニヒさんありがとう。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。甘い匂い、そう甘い匂いに釣られちゃったの。今までありがとうね。手紙出したよ。あ、ありがとう。ちゃんと受け取りました。ケル君ありがとう。クマちゃん、クシャギさんありがとう。マクリザシさんありがとう。好き好き、ありがとう。好きいっぱい、みも好きだよ、みんなのこと。充電なくて、そうでも写真は頑張って、その少ない充電の中で2人とも頑張ってね、急いで写真撮って。だからマジでパルコ出てからこう平和大通りがあって、ちょっとした道ちょっとしか撮れなかったんだけど、撮ったは撮ったので、明日 X にあげようと思います。でね、昨日ミュレッスンが、レッスン上でやるレッスンっていうか、まあレッスン自体が最後で、でなんかありがとう、本当にありがとうございました、迷惑かけてすいませんでしたって言ってたら、なんかナオピさんが本当にありがとうってハグしてくれて、でそのハグしてた時にナオピさんが涙を流してくれて、その涙につられてミーも泣いちゃいました。本当にいい先輩です。皆さんありがとう。クマちゃん、カガピンありがとう。皆さん好きかけじゅありがとう。タケル君ありがとう。でチャージ、そうなんかチャージスポットあるから、コンビニとかでさ借りて充電しようと思ったんだけど、結構あれめんどくさくて、アプリ自体は入れてるけどなんかやり方わかんなかったし、充電もなかったから。アニシカさんありがとう。マスタさんありがとう。お話し会の振り返したら結構名前数なったけどいいのかな。嬉しい、ごめんね本当に、あの日行けなくて。最後の筋してた、してた。あなたさんしゅってた、寂しい。みえも寂しい。最年少の寂しい、本当に優しくて大好きです。ナオピさんじゃないけど知らんじゃないけど、みえもなんか多分みんなの顔見たら絶対泣いちゃう、泣いちゃう自信しかない。レッスン上もいい思い出、いい思い出です。昨日が11時間練習、まあ、ほぼ12時間で、もうぶっ通しの、ずっとぶっ通しのレッスンで、もういっぱいやったから足めっちゃ筋肉痛今とか、もうなんか長時間、なんかなんだろう、親とか家族といるよりも長い時間レッスン場にいたところだし、あ、みんなといた場所だし、めっちゃ思い出しかないです。本当にりょうさん好き、ありがとう。明日配信がする時間が結構できそうだから、明日ちょっと
長めに配信するかもしれないです。7日が配信できると思うけど、あ、できるはできるんだけど、時間的にまだわかんないから。お、それと、ちょっと待ってさん、ありがとう。8日は泣かずに笑わせるね。え、嬉しい。好きが止まらないよ。もう泣く。いやいや、もうみんなのこと大好き。さあ、エチさん、右と左ならどっちが進め？右と左？ミユは、ミユが左がいいから、右。ピチトマトさん、ありがとう。ミユは左の方が好きなんだよね。ミユもダンスの、うん、いやいやいや、ミユはダンスの先生のこと大好きですよ。なんか、めっちゃ、結構、なんだろう、最初は、最初っていうか、一番最初のレッスンの時から、ずっと同じ先生なんですけど、3期の先生は。先生が本当に、なんか、マジでダンス下手すぎて、本当に一生さ、下手くそだったんですよ、ダンス。今は、すごく踊ることが楽しくて、踊って歌うことをなんか誰かに届けることみたいな。なんかまあ、自分の踊りで、誰かを、の足を止めれるようになりたいって思ったし、踊ってて楽しいって思い出してから昔よりはマシになったんだけど、ダンス多分マシになってるんだけど、でもそう思わせてくれたのって本当にダンスの先生のおかげで、なんか基礎レッスンとか結構なんか最初はなんかアップとダウンっていうのがあって、それすらできなくて、なんかもう無理やだって思ってたんだけど、でもその先生のおかげでダンス楽しいって思えるようになったし、なんかめっちゃ難しいダンスもなんか自分って覚えるのができなくて、全然これ覚えて、大体覚えていかないといけないとか、レッスンでそういう時とかも家でどれだけやってもそれもっと頑張りが足りなかったんだけど、全然入んなくて、ダンスが。でも優しく振り教え、最初から教えてくれて、で楽しいって思わせてくださった先生だから、その先生がいなかったらミユは今でもダンスは昔みたいななんか感じだし、本当に感謝してます。カオピン、ありがとう。ベストショート頑張って、たけるくん。花金、花ちゃんの夜行けないって言ったけど、悲しい。私の足はこれまでの風の中で聞きたいな。了解。ドラクロさん、ありがとう。二期生さんとはダンスの先生違う。違う、三期生は三期生の先生です。めちゃくちゃ好き。やった、ソルト、ネシカさん、ありがとう。これ動かせる、本当に機械体操と違う。でも機械体操の時みたいな、例えば機械体操って新しい技ができるようになったら楽しいとか、やっててよかったって思うし、あのここやっててよかったっていうか、ここまで練習しててよかったって思うんですけど、なんか大会とかで成功したらよっしゃーって思うし、あー、こんなに楽しいんだって思えるから、それは本当にこのアイドルも一緒で、なんかミーはずっと言ってるんだけど、ライブがあるじゃないですか。例えば7日のライブとかは体操に置き換えて、ミユは大会だと思ってて、その大会でどれだけいい成績を残せるかって思ってて、
みんなで一つのものを完成できた時が、あーこんな楽しいんだって思えてるから、それは機械体操とアイドルは同じなのかなって思ってる。完成の時が、今までありがとうね、最後のステージ同じくて楽しいです、ありがとうたけるくん、本当に。座る、座っておいで、本当にありがとうね。ダンス聞けないかしら、本当にマジで歌もダンスも人と喋ることも得意な方ではなかった人間が、今は少し改善されて、本当に人と喋ることは今楽しいし、初めてなんだろう、なんかその初めて会う人とか初対面だとミーは固まっちゃうことが多かったけど、でも初対面の方にでもこんにちはって挨拶、普通に普段の生活でこんにちはってできるようになったし、なんだろう、一般常識っていうのかな、なんかなんだろう、そのアイドルじゃなくて人間としてのこともこの活動をしてて教えてもらったっていうか身についたかなって思ってて、よかったです。公演に出演すること出場です。そう、演じるって言ったら、そう、本当にみの応援ができなくなるのは悲しい、みも寂しい、スタジオの公演に聞かれたりする、忙しかった。ステージのみゆくんも大好き、ありがとう。4期生で復活していいんだよ。でも本当にこの活動を振り返っていくか、この活動をしてもっともっと上に新しいことしたいと思ったし、この活動を生かしてもっといろんなことしたいなって思えるようになったから感謝です。本当にこの1年何ヶ月だろう、1年8ヶ月はもう本当にかけがえのない時間だし、今まで楽しかった、本当に特に最近アミコのこといつも考えてます、嬉しい、まだ好きで、まだ好きでる。ありがとう。でもあずみんさんに最後のレッスンに言われたのは、もうこれからの人生まだ長いから、なんかもういっぱい楽しんでって言ってくださって、本当にいろんなことに、なんか STU でいろんなことに挑戦するってっていうことを学んだから、もっといろんなところで挑戦していきたいなって思うし、なんか躊躇せずに、楽しもうと思います。思い出来ました、了解。アズミさんも背が伸びてる先輩し、してないよ。いや本当に思い出しかないですね。なんだろう、なんかめっちゃ楽しい
思いもすごかったんだけど、悔しいって思いもしたし、悲しいって思いもしたし、辛い、しんどいって思ったけど、でも何よりも心の底から活動が楽しいって笑顔で言えたし、嬉しいし楽しいし、誰かに何かを伝えることとか、誰かに何かの思いを届けるってことか、どれだけ難しいことかめっちゃ考えたけど、でもみんなの思いっていうかを、例えば3ヶ月ぐらいかけて、1日のために3ヶ月ぐらいこうやっておーってやって、いざ誰かに披露する、いろんな人に披露して、誰かの心にガッて届けるってことがすごく大変だけど、それが楽しい、一番楽しいっていうか達成感っていうか、達成感もあったし、楽しいなって思ってました。いや、うん、本当に本当に青ね、ありがとう。しまった青ね。青ね、ありがとう。みゆぽんのこれから人生が幸せであります。本当にありがとうございます。みゆも、みんなの幸せを一番に願ってます。みんなが、どれだけ、例えばお仕事とか学校で、辛い思いしたとしても、STU っていうところに居場所があると思うから、みゆもね、観客席側からみんなの幸せを願ってるし、メンバーの幸せも願ってるし、 STU がどん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 進化して、それでもっともっとみんなが STU のこと好きになってほしいなって、ファンの皆さんがもっともっと STU のこと大好きになって、 STU のファンの方がもっともっとうおーっと人数いっぱいになってくれて、いつか夢の大きな舞台に、大きなステージに立っていく STU っていうか、立っていく STU のメンバーを、私はこれからはずっと観客側から応援するし、それを見てみーもファンの一人として心を奪われる、奪われていこうと思いますって言ったらおかしいけど、楽しみです。これから普通の中学生、本当に普通の中学生じゃみゆも、普通のっていうか学校にいるみんなと同じ中学校人生を送らず、なんか本当は3年間ずっと機械体操をして、で高校も一貫校だから6年間機械体操するっていう人生を歩んでいくって思ってたんですけど、そうじゃなくて、どんどん、なんだろう、挑戦、なんか人生かけてみて、アイドルっていうことに人生かけてみてよかったなって思ってます。すごくこれからは自分がやりたいこととか迷わずやってみるって感じで挑戦していこうって思うし、もう頑張ります。映画レッスン頑張るからこっちも全力です。ありがとう、ピクレさん、ありがとう、アノピありがとう、ザメコン持っていく、ありがとう、映画見ます、嬉しい、
押しでいきます。本当に逆押しでいて。フェイコンの幸せ願ってます。ありがとう。みなさん、本当に体育祭も行く。高校押しだけどな。やばいって。みーはこれからどうなるのか、まずみーもわかんないし、もうアイドルにはならないのね、わかんないです。戻らないとは言い切れないかもしれない、宣言はしないけど、なんだろう、すごく STU で活動したアイドル人生が楽しかったから、うわアイドルやりたいってアイドルの子たちを見てたら思っちゃうかもしれない。だからわからない、だからやりたいなって思ったら迷わず挑戦していこうと思います。実際誠さん12位、谷近さん11位、兄さん10位、まゆひなさん9位、柏木さん8位、かごぴん7位、リッチーさん6位、バイオン星人さん5位、プチトマトさん4位、スバル3位、オナピー2位、たけるくん1位はよさんでした。配信見に来てくれてありがとう。また明日も配信見に来てくれください。バイバーイ。ありがとうございました。またねー。ありがとう。